どうも、Bチャンネルです。今回ですね、豚汁を作っていこうと思います。私レベスト豚汁大好きなんで。ただですね、豚汁ってまあ大量に作るじゃないですか。まあそうなってくると日が経つにつれて肉から水分抜けてパサパサの硬い食感になるじゃないですか。それをですね、今回なんとかできないかなと思いまして、従来使う薄切り肉ではなくてこちらのひき肉、これでですね、肉団子を作ればパサパサもある程度は解消できるんじゃないかということで試してみたいと思います。というわけで早速油を熱した鍋で大根とこんにゃくを炒めていきます。なんか大根もいちょう切りになってこういった感じで切ると電気温め直しても煮崩れしにくくなるんだそうです。そんである程度炒めたら水を注いで、そこに和風だしの素を入れてしばし炊いていきます。さあしばし炊いてですね、大根の方も透き通ってまいりました。ここにですね、アク抜きしておいたじゃがいも、これを加えて、そしてまた沸騰するのを待ちます。そんで待ってる間にですね、肉団子の種を作っていきます。水分が抜けるっていうのを考慮して水をですね、あらかじめ少量加えちゃって、こねていくうちに肉に吸水させて煮込んでもふわふわ感が保てるようにします。そんで味付けもシンプルに塩コショウと旨味調味料と醤油少々に生姜を加えたかったんですがなかったんで柚子胡椒を加えます。これでですね、しっかりと練っていきます。はい、こんな感じに仕上がりました。あと映ってないところで片栗粉も少量つなぎとして加えました。そうこうしてるうちに再び鍋が沸騰してきました。そしたらですね、まだ肉団子は加えずにざく切りのキャベツを加えます。そんで再び沸騰してきたところでいよいよ肉団子を投入します。肉団子って言いつつも自分がこうやってスプーンですくって入れると丸っていうよりか楕円形になっちゃうんですよね。そんで肉に火が入るまで煮込んでいきます。はい、肉の色も変わって火が通ったと思います。そしたら最後にですね、豆腐、これを手でちぎりながら加えて、そんで全体を混ぜて豆腐が入って温度が下がって沸騰が止んだところで味噌を溶き入れます。そんで味噌は直接加えて溶かすより少量のこの出汁を加えてあらかじめ溶いてからこの中に加えると味噌のダマができにくくなると思います。あとはこれを一煮立ちさせたら完成です。できました。こちら豚汁肉団子バージョンでございます。非常に具沢山なんですけどね、正直もっと言えばあとはネギとごぼう入れたかったところですね。あと人参、これ実はですね、出来上がってから1日経ってるんですよ。昨日の夜煮込んで一晩置いて味をなじませておいたものです。普通のスライスされた肉だともうこの時点でボソボソだと思うんですけども、果たしてこの肉団子食感の方はいかに。いただきます。非常に美味しい。全然柔らかいですよ、肉団子。もう箸でこうやって簡単に割れちゃいますから。そんでもちろん他の具材とかもですね、味がしっかりと染み込んでおりまして、全体的にクターとなった自分の大好きな豚汁ですね。ただですね、今回こういうじゃがいもを入れたのと、あと肉団子も水分結構多く含んでるんでそんなに日持ちしないと思うんですよ。なのでしっかりと冷蔵庫の方で保存して早いうちに食べきると。まあ肉団子がふわふわってだけで味はもう本当に豚汁と何ら変わらないんで、パサパサ肉が嫌っていう方はぜひとも作ってみてください。